はい、レオンチャンネルです。8月6日からドライブのガンバライジングの最終弾のナイスドライブ第6弾が稼働開始になりました。今回は新登場キャラクターにタイプトライドロンが入って、さらにディケイドのコンプリートフォームとかバースもいますね。他にはガンバライジング初のレジェンドレアスペシャルカード、こんなのがあって、 LRSP とかかな。さらにこれまで登場した4つのキャンペーンが第6弾に大集合。そして新タイプも登場して、今度はチェイン、こんなにどんどん増やしちゃって大丈夫なんですかね。なんかガンバライジングもどんどんややこしくなってきましたよね。とりあえず今回は3000円使って30枚のカードを排出しましたので、排出カードを確認しましょう。まずはノーマルが15枚、ドライブタイプデッドヒート、バースト、デッドヒートマッハ、バースト、タイプスピードバースト、タイプワイルドバースト。最終弾ですからノーマルカードでもフォームチェンジしまくりですね。タイプテクニックバースト、おお、ベガス、そしてルパン、これが2枚出ました。でバーストするとルパンの絵柄は派手ですね。そしてブラボーバースト、黒影バースト、ビーストのバースト、ディケイドのバースト、お、コンプリートフォーム、イクサのバースト、カブトのバースト。この辺の絵柄変化はすごくいいですね。でロッドフォームのバースト、さらにファイズ、この絵柄もかっこいい。バーストすると、おお、ブラスターフォーム。次はレア以上の15枚、まずは仮面ライダーチェイサー、待ってろよですね。でバーストするとシグナルブルーゴー、そしてタイプスピードバースト、これがもう1枚出てマッハのバースト。でグリドン、バーストするとドンカッチ大回転。でオーズのタトバーバースト、ダブルのサイクロンジョーカーエクストリームでバースト、キバのキバフォームからのバースト、ブレードのバースト、ジャンジャン最終フォームが出ますね。さらにカイザー、カイザーは最終フォームはありませんからバーストしてもカイザー、そしてライジングマイティからの、おお、バーストはアルティメットフォーム。バースト面は最終フォームのオーバンブルマですし、ドライブ系の絵柄も気合が入っててかっこいいですね。レアは11枚ですから残り4枚、ナイスドライブ最後のレジェンドレアとかは出たんでしょうか。まずはこちら、はい、なんとスーパーレアがダブっちゃいました。響き走行、ブレイカーのカラーも相まって全体がゴールドカラーっぽくて、絵柄はこのようになってます。バーストすると、おー、鬼神覚醒。では残り2枚、次はこちら、はい、キャンペーンカードの仮面ライダー新2号です。これはトリプライドのキャンペーンカードですから、トリプライドマークが入ってて1号と3号が一緒に出てきます。絵柄はこのようになってて、キャンペーンカードらしく派手ですし、バーストすると後ろはこんな感じ。では最後の30枚目のカードはこちら、はい、残念ながらレジェンドレアは出ませんでした。その代わりこれも派手なキャンペーンカードのドライブタイプスピードシフトバーストです。ナイスドライブ第1弾で排出したシフトバーストカードと背景はすごく似てて、構図も同じような感じなんですけど、そこは最終弾ですからシフトマックスフレアを持ってた絵柄が、今回はシフトトライドロンがハマってて、バーストすると、はい、タイプトライドロンです。さっきのカードはバーストするとこんな感じの絵柄ですから、ドライブもすごくパワーアップしましたね。スーパーレア以上のカードはこの4枚で、とりあえずレジェンドレアは出ませんでした。ちなみに第6弾のレジェンドレアはタイプトライドロン、お、デルタ、あ、さらにディケイド、これはバースト面は、おー、かっこいい、このカード欲しいな。バースト面はコンプリートホーム、デルタのバースト面はルシファーズハンマーで、タイプトライドロンは工事現場ですね。その他にはバースの伊達さんバージョン、お、ちゃんとセルメダルを入れるミルク缶もついてますね。バーストするとブレストキャノン、レジェンドレアエクストラはディケイドのファイナルアタックライドのディエンドバージョン、これがバースト面、めっちゃ欲しい。レジェンドレアスペシャルは
さっきのドライブかな。背景がすごく綺麗なタイプスピードで、バースト面は全フォームが乗ってると。いいっすね。そして早くもガンバライジングの新シリーズの告知も載ってるんですけど、もちろんゴーストが参戦で、カード情報は載ってるかな？ありますね。あ、じゃなくってガンバライジングカードがついてくるデラックスゴーストドライバーもチェック。あ、なるほど。確かでもドライブドライバーもガンバライジングカードついてましたよね。ついてくるカードはこちら、ゴースト俺魂バーストするとニュートン。とりあえず今回の排出ではレジェンドレアは出なかったんですけど、かなりいいカードがラインナップされてますから、これは近いうちにリベンジします。以上、ガンバライジングナイスドライブ第6弾の排出結果でした。